どうも、澤田晋也です。やです。今回はですね、アマゾンプライムビデオで絶賛配信中のバチェラージャパンという番組の話をしましょう。これ結構前にリスナーさんもね、バチェラージャパンいまいちどこが面白いかわからないのでちょっと紹介してみてくださいみたいな依頼もあったんで。あ、そうなんですまあ一年ぐらい前と思うんですけど。めっちゃ前ですね。まあ今ちょっと話しとこうかなと思って。現状、 あの、プライムビデオの中では、シーズン3までがもう配信終わってる部分なんですよね。はい。で、初めに言っとくとえ、僕たちはシーズン2から見始めて、はい。で、その後にシーズン1を見、うん、見返して、うんえー、シーズン3を見たんですけど、うん、えー、我々としてはシーズン2が一番おすすめかなと。そうですね。はい。なので、まあ、興味を持った人はシーズン2から見たらいいんじゃないかなと思います。はい。というのも、その、シーズン1は、またその番組として出始めだったので、うん。 なんかあの、仕組み的にこう成熟してないというか。うーん。シーズン2を見てからシーズン1を見ると、あ、なんか足りてないなみたいな部分があって。そうですね。はい、ちょっと物足りなさ感じたっていうのがあるのと、シーズン3が、シーズン3、ま、3回目のくせに、逆に今度そのシステムをすごい逸脱してしまった出来事が起こってしまったから、正当じゃないんですよね。そうですね。あれは、なんか、ま、1、2を見てきたからこそ、なんか、 裏の、裏の楽しみとして楽しめるという感じの話やったんで、そういう意味では、あの、バチェラージャパンの魅力を感じたいのであるならば、シーズン2を見るといいかなと思います。はいで。どういう番組かって言ったら、単純な話、あの、恋愛リアリティショーって呼ばれる、うん、まあ、なんてうんですかね、男女の恋愛を、まあ、娯楽にした、うんまあ、ドキュメンタリーではないですけれども、えー、極めてリアルに近い状況での人の色恋を扱った番組っていう、まあ、 やらしい番組ですよ。<laughs> そんな人の色恋の感情を持って遊んで。で、仕組みとしては、女性が、まあ今は何人ですかね ?20 人ぐらいの。はい、20, 20人かな二十人ぐらいの女性が一人の男性を、まあ、取り合うという、うんうん、露骨な内容となっているんですけども、その男性が全てを手に入れた男、男性みたいな。はい。なんかお金も持ってて、うん、なんか立場もあって、うん 性格も良くて、うん、なんか、そういう、なんていうんですかね、絵に描いたような、こう、うん、王子様、みたいな男性を、まあ、複数の女性が取り合うという、えー、仕組みになっております。はい。で、これがね、結構ね、まあ、見てて単純に面白いな、と思って。うん、そもそも僕は、あの、恋愛リアリティ事象自体は、あんま好きじゃなかったんですよ。ううん,、うんうんうん。僕らの世代なんかは、うん、古くは、こう、ネルトン・ベニクジラダン、ね。古古 <laughs> <laughs> あれもそうか。でもあれはどっちかっていうと、ま、恋愛リアリティショーというよりかは、トンネルズが人の色恋をいじるという、ま、コメディよりの番組やったんで。あ、合コン中継みたいな。でもなんかあのあたりから、なんか人の色恋を、ま、テレビ番組にするみたいな、なんかコンテンツ化するみたいな風潮が出てきたんかなと思うんですよね。で、その後なんか未来日記とかあったん知りませんえ知らん。なんかあの、日記に書いてある通りの行動をするみたいな感じ。あった あ、ありましたよね。ありました。あと、あい、あいのりああ、いのりなあとテラスハウスかなああ。他にもたくさんあるんでしょうけど、基本的にはあんまり好きじゃなかったんですよ。うんうん。なんか、ね、これの前回寺森の話をしてるんですけど、ラブコメは好きだと、いう話を言ってるくせに、にそういうレアリティーショーはすごい嫌いだったんですけど、まあ理由としては、単純に行き着かない。 わかりやすい。なんか出てるやつがいけすかない。なんかムカつく見てて。なんか見てられない。なやこいつと思ってまう。なるほどな。で、ああいうのを見てて、口からよく出る言葉、こないわ。あるわけないや。何言うとんねん。そういう言葉ですよね。なんかムカつくから嫌いだったんですよ。なんでムカつくんかなって思ったんですけど、まあ単純な話、 あのー、自分の延長線上にいない人たちなるほどな。はい。うん。そもそもまあ、あのーうん、前回も言いましたけど、自分の人生経験にこの色恋があんまなかったから、うん。うん、その、色恋に、 なんか、色恋にそこまで真剣になってなんだどうだっていうのが、まず感覚的にすごいわからないし、なんか自分にないものをすごくめっちゃ必死に頑張ってるから、なんか持ってないものを持ってるみたいにムカつくっていうものありますよね。<laughs> <laughs> なんか。あ、そっか。なに色恋の図図抜かしとんねんって。<laughs> ああ、そう、なるほどなうん。で、なんか、真剣に、うん、 その恋愛に向き合ってるよっていうふうな、なんか雰囲気を出してるくせに、口から出る言葉が、なんかドラマのセリフのような、わっつらな表現が出てくるので、なんやねんって。 ほら、ほら、絶対うっせえ。うん、絶対うっせほら、絶対思てへんわ。カメラ回っとるからええ格好したんやろ。っていうのを、そう思ってたっていう。ああ、なんかじゃ本音を出し切ってない感を感じるんかなそうですね。前回も言いましたけど、その、自分が恋愛に求めるものは何かっていうと、まあ、好きな人の対象同士に対して、まあ、お互い心開いていく感であるとか、相互理解を深めていくっていう過程と、その先にある、まあ、恋の成就が好きなわけであって、 でもなんかこうテレビというフィルターを通すと結局こいつはいつ会ってんじゃうん。映画っしてんじゃうん。なんか自分のことを世間にええ人やと思ってほしいんじゃんみたいな、そういうのがまあ、医者に構えた目線で見てたんで嫌いでした。はい。こにまあテラスハウスなんかは、山ちゃんがそこの役割になってますよねなんか。そうな、見たことないんですよテラス。ずっとなんか山ちゃんがどこづいてるんですよ。あ、そうなんや。うん。なんかすごいこう。で、彼自身も結婚してもうだからどうなんて感じするんですけど、うん。 なんかそういう僕たちが、まあ、言ったら、ひねた人間でも見れるコンテンツとして作ったのが多分テラスハウスやと思うんですよね。へえ。ー。なんでやっぱそういう視線で見れる、見てる人も多いいうことですよね。多いと思います。うん。やっぱり。うん。やっぱこう、なんていうんですかね。まあ、好きな人に好かれたいっていうのは、人間の持つ普遍的なテーマやと思うんで。そそうですよね。でかつそれが思いのままに行くという、人の方が少ない。 だろうと思いますし。うん、で、また分かりやすくそこに、外見による美衆とか、うん、その人の持つ、なんか立場とか、うん、地位とか、うん、まあ、お金とか、うん、そういうのが絡み合った場合に、うん、ある種その、理想とするものを手に入れられる人っていうのがすごい少ないと思うんですよ。うん、相対的にね。うん、それがいいか悪いかは別にして。そういう、なんていうんですかね、人の持つ、ある種俗悪な欲求をすごい刺激する番組やと思うんですよ、ああいう。 恋愛リアリティショーとかって。だから僕なんか見ると、うん、自分たちが結局寄れない世界だっていう。結局どこまで行っても自分たち寄れない世界なんじゃないかな。うん、そういう気持ちがあったので嫌いだったんですよ。うんうん、なれで、そういうのをまあ山ちゃんが代弁してくれてたんで、うん、ある種そういう人たちでも見れるようにしたのがまあテラスハウスとかやと思うんですけど、それでも僕は嫌いだったんですね。うんうん、なんか まあ、積み重ねられた、うん、この恋愛リアリティショーに対する、うさんくささみたいなのがあったんで。<laughs> いや、本当あれ、私もあんまり好きじゃないんですけどね。なんでですか今なんか聞きながら、一体何がそんなに自分の肌に合ってないんかな、ってでも、バチェラーには夢中になるわけじゃないですか。はい。なんか、それなんやろうって、今めっちゃ好きな人。何が嫌いでしたか、たけどじゃあ。女性からは、ああいうのを見て、まあ、言ったら女性の方がああいう番組好きじゃないですか、どっちかってう結構だってもう、あのー、好きな人多いですよね。そうそうそう。 知り合いの人でも結構見てる人いますからね、テラスハウス。いや、でも単純に多分出てくる人たちっていうのが、自分の友達にならへん人たちの、人たちばっかりで繰り広げられる、あの、恋愛、ドラマ、ドラマじゃないな、恋愛模様模様じゃないですか。相乗りにしてもテラスハウスとかにしても、あそこに出てくる人だって多分絶対自分友達にならへんなって、あの、 な、過去なってないなんで友達になれない人たちなんですかいや、多分、なんかこう、共感ポイント、うん、なんか人生の中で大事にしてるものが、うん、多分ずれてるやろうなっていうのがあるから、喋、うん、ってて多分共感お互いできないと思うんですよ。うん、だから多分友達になられへんと思うんですけど、うん、だから恋愛に対する共感ポイントとかがすごいずれてて、うん、見てて全然わかんないんですよね。でも、人が人を好きになるという部分では、うん ああいう番組は一応本当っていうのを売りにしてやってますから。え、だけどその、好きになるっていう気持ちはそうかもしれないんですけど、うん、その、好きになるポイントとかも、その、共感できないポイントを好きやったり。まあまあでも、見てないからわかんないじゃないですか。うん、いやいや、見てたんですよ、あいのりなんで、んでそのイメージでうん、うん。 そう思ってしまうのか、ですよ。え、多分見てても、うん、もう全然分からへんわっていつも思うからですよ。<laughs> あ、そういう経験があったからってことですか<あ>見たに。そう,そうそうそう。なんでここ、こういう言葉を言ったり、うん、こういう態度取るんやろうとか、うん、ほん、そ、てかそもそもほんまに好きなんとか、うん、なんか気分に流されてませんかとか、なんか、多分なんか、で、そしてその気分に流されたことを、気分に流されたって言えば、うん、あ、そうやんなって分かるのに、うんうん なんか、全然違う言葉で表現とかしてるように見えるから、うん、え、なんかめっちゃ、ごまかしてないっていう。<laughs> まあ自分もごまかしてないかなんか嘘をついてる,気がするあ、そうそう。だからもう一個ずつがそのずれすぎて、うん、あの、全然フィット感がない、うん、なんか、布団が、ちゃう <laughs> <laughs> なんかな、じめへん布団をずっと着てるみたいな感じで。あまあそういう意味では僕が言ってるように、そもそも自分と違う人たちの話っていう話だと思うんですけど。うん、かなんかその、多分そこで、 y の y のこう,、うん、う、浮かれた話をされると、うん、へえ、っていう。<laughs> なんか、あ、なんか楽しそうでよかったな、みたいな感じで、っていう、なじ、なじまない感がすごいあって、まあね であそのなじまない感の話で言うたらね、そんなんはほんま中高生の時に作られているのそのままなんやと思うんすよ。やっぱり、その文化祭でめっちゃ盛り上がってるやつと、何がそんな楽しいんやろ楽しないんやけどな。みたいな、クラスの隅っこで楽しないんやけどなと思ってるやつとかね。うん、ある種その。まあいろんな場面でありますよね。はい、ある種そういう、なんて言うんですかね。うん マジョリティとされる側が良しとされるような環境で育つと、なんかそういう感じになるのかなという感じはしますけど、やっぱ中高生の時ってマイノリティ側を肯定してくれるようなイベントってなまあないし、マイノリティ側がマイノリティ側をお互い肯定し合うっていうのもないから、ないよね。なんか、そういう気持ちになるっていうのが、その10代とかで作られた結果、 なんか大人になっても引きずるっていうのはあるのかなっていう気がするんですよ。うんうん、だからそういう恋愛リアリティション見てても、うん、はいはい、マジョリティ側の人たちですね。僕には関係ないです。<laughs> みたいな。なんかどこまでもやっぱな、馴染めないもんなんですね。まあそれも生き方というように、その価値観が違うから、うん、価値観の違う人たちのことを見てても、それは思んないわっていう話なんですよ。うん でそういう意味で、まあ、なかなりましたけど、レ、はい、アリーで、リアリーっていうやつはそもそも好きじゃなかったんですよ。はい。うん、でもね、このバチェラージャパン、うん、まあそもそもなんかバチェラーっていう番組企画が海外の方で既でにあるんですよね。うん、でそれも,も、ほんま海外でむちゃくちゃなんか社会的に成功している男性を、複数の女性でこう取り合うっていう。うん、そもそもそれがあってのバチェラージャパンらしいんですけど、うん、このバチェラージャパンも仕組みは一緒なんですよ。言ったように。うん 出てくる登場人物も、はい、僕たちの話じゃないです。全然関係ない人たちですね。あなたたちの思ってる価値観あんま分かりませんとか。うん、今までの恋愛リアリティショーとね、本質の部分はそんな変わらないと思うんですよ。うんうん、でも我々はめちゃハマったんですよね。ハマりましたね。もうなぜかって話なんですよ。うんうん、なので、今までの恋愛リアリティショーがあんまり好きじゃなかった人でもハマる可能性のある番組やなと思うんですよ。で、個人的に何に、ね、僕はハマったかって話なんですけど。はい、まずあのー、このやつらへんは 嘘ついてんじゃんみたいな、あの感覚出てくる人たちがね、そもそも自分たちと価値観の違う人たちが出てるっていうのが明らかにわかるから、<ー>気にならないんですよ。というのもやっぱり、出てくる、まあ、言ったらその、普通のレアリアリティ庁っていうのは、ある種自分たちの現実世界の周りにいる人たち。なんやったら自分の延長線上かもしれない人たちなんですけど、このバチュラに登場する人たちって、 男性も女性も、絶対縁のない人出したんですよね、なんか <laughs>。うん。まあ女性はそうでもないんですよね。うん、まあ中にはなんかこう、普通の人とかもいるんですけど、やっぱ男性自身が、その、すで、うん、にこう、まあ金持ってたり、社会的地位があったりうん、うん、 っていうのを、もう明らかに自分と比較対象にならない、うん、そもそもならない人たちが登場してるんで、そもそも気にならない。なる、あそうかも、まあ。簡単に言うと、フィクションに感じられる。うるな,うん、なんかま、漫画の中の主人公に近いんですよ、どっちかったらリアルな、リアルな人というよりかは。うんうん、で、そういう人たちを、まあどうやって取り合うかって言ったら、うんうん むちゃくちゃバブルなやり方で取り合うんですよね。うんうん、なんか今までの恋愛リアリティショーって、うん、マイノリなんかもワゴンで世界を一周したりとか、うん、なんかテラスハウスもまあ一つの一件をシェアしたりとか、うん、まあ日常の延長の上にあるイベントの中で、うん、まあ、男女の恋模様を描くみたいな感じだったんですけど、このバチェラージャパンはどういうシチュエーションで、まあ、恋のライバルを蹴落として男性を取り合うかって言ったら、うん、なんか、ゃくちゃ金持ちの家で、 なんかあれ半年間ぐらいこう生活するんですよね。ね<え>その中に金持ちなパーティーと金持ちなイベントがどんどん投入されていくんですよ。ねすごいよね。なんかヘリコプターでそ東京上空をなんか一周したりとか。花火見るみたいなね。うん、花火もそのバチェラー、特に、しかもそのバチェラーに登場してる全員に対してそのサービスが行われるわけじゃなくて、うん、まあ、番組の仕組みとして今日はこの子とデートするみたいな感じで、バチェラー、 と呼ばれる男性が、まあ女性との仲を深めていくために、デートに誘って、うん、そこでまあ男女の、なんていうんですか、心の通い合わせをこう、確かめてみるみたいなのがあるんですけど、た,たった二人のために花火が何十発もぶち上がったり、ね。すごいですよね、豪華で。クルーザー貸し切りとかね。うんうん、セスナ貸し切りとかね。すごいよね。なんか水族館貸し切りとかね。ねなんか、チュラウミ水族館貸し切ってたような気がします、ねうん。あれね、<laughs> そうでしたよね。 なんかね、うん、デートにかけるお金が尋常じゃないんですよ。うん、なので、その二人の恋模様を見るシチュエーションが、うん、ほんま漫画みたいなんですよね。うん、全然ありえへん感じの。うんうん、なんか、全然貧相じゃない。ほんとすごい。だからほんと、なんかさっきも言うたみたいに、やっぱこの非日常の中で、うん、なんか自分の延長線上にある人たちかもしれないんですけど、うん、その人たちが非日常の空間で切り取られるから、うん、なんかもう、 一気に距離感が出てしまって自分と。うん、だから変に比較対象にもそんなにならずに、楽しめる。うんうん、なんか映画見てるみたいな感じで、うん、かつその、真剣な恋愛模様を楽しめるっていうところが、もうん、本当娯楽として、画面が綺麗でいいですよね。言ったその、セレブのパーティーを毎日見てるようなもんなんですよ。 セレブたちのパーティーを日々見てる、うん、眺めてるような感じ。でもね、このセレブのような、セレブのパーティーを毎日見てても、多分普通に見てると、あ、なんやねんって思うんですよ。絶対思んないですよね。ん思んないな、お前らどうせ、はい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 、僕たちと違うでしょっていう感じでね、こうなんていうんですか。結局、 なんか、ひねくれた目線とかで見てしまうんですけど、うん、このバチャラの妙なところは、うん、そんなセレブリティな感じの、全然自分たちとは、現実の僕たちとは全然違う立場の人たちが、やるこういう模様のくせに、うん、意外とこういう模様で見せる感情が僕たちと一緒なんですよね。なんかこう、サーダさんも好きな本、うん本、本気本音丸出しが、ガツッと、ちゃんと切り取られて、 なんかね、すごい変な逆転現象が起こってて、だから、うん、従来の恋愛リ,リ,リアリティショーでは、うん、本当と呼ばれてるものがすごい嘘に見えるんですよ。うん、でも、バラーは嘘っぽいんですけど、ほんまに思えるんですよね、なんか見てて。いや、でも本当に本音、本音がすごい伝わってきますよね。って思うんですよ。で、ね、それは本当かどうかわかんないですよ、どこまで言ってもね。うん、でよくあの恋愛リ,リアリティショーでね、突っ込まれるのがね、うん、結局嘘やん。もうさっきも言ったように、テレビ回っとうから自分の気持ちを隠してんちゃうんって。うんうん 思うわけじゃないですか、こっちは。でもね、バチラジャボンを見てると、それは前提やんなと思うんですよ。あくまで、その番組として、そういうセッティングがされてる中で、うん、はい、男の人、女の人が取り合ってくださいねっていう前提でやってんねんから、うんうん、そらカメラが回ってたら、うん、そら、 ほん本当の本当の自分の本質とは違うことも言ってるよなと思うんですけど、それは前提やんなと思うんですよ。それを分かった上でこの人たちは本当に自分に合った人を探そうとしてるよなっていう感じを感じられるので、うん、そこが気にならないんですよね。なんかいや、本当そうですよね。なんか、あの、バチェラージャパンはどうしてもこうデートの時間が限られたりするから、うん、その時間に本当こう自分の全力を出し切ろうってする、うん 感じがやっぱあって、うん、言葉では今沢田さんが言ったみたいに、もしかしたら嘘の言葉があったり、うん、嘘の態度が含まれたりするとは思うんですけど、うん、やっぱ限られてるからこそ、ものすごい本気、うん、本気がすごいダイレクトに伝わってきて、うん、なんかやっぱ多分その本、 本気の部分に共感できるというか、うん、やっぱ楽しませてもらってんのかなって今聞いてて思いましたけど。ゲームのルールとしてそうであることはもうバチェラーも参加してる女性っても分かってるんですよ。実際番組のその構成の仕組みとしてね、その複数の 女性をバチェラーがデートに誘って、うん、さっきも言いましたけど、そこでまあ自分に合ってるかどうか確かめるんですけど、結局、そのデートの回数も限られてるし、言、うん、うように時間も限られてるわけじゃないですか。うん、じゃあそんなとこで本当にその人の人とないって分かんのって、そんな当然分かんないじゃないですか。うん、でも、その分かんないじゃないですかを、そらそうですよ、そんなん前提ですよって言った上で、うん、その限られた中で、この人本当に自分に向いてんのかなとかいうのを探り合ってるのが本気に見えるので、見てて、うん 気持ち悪くないんですよね。うんうんうん。ほんとほんと。うん、なので、こんなん絶対嘘やでっていう突っ込みが意味がなさなくなるんですよ。うん。そりゃそう、そうですよ。うん。嘘な時もありますよ、そら。うん。なぜなら、バチェラーも配慮のある人ですから。うん。これは実際にバチェラーに登場してたバチェラーとして選ばれた男性もインタビューで言ってたんですけど、うん。そりゃ当然カメラが回ってる以上は、配慮することもありますって言ってたから、うん、まあそうやんなと思って、うん、そのインタビューを見て。うんうん よくあの、やらせやとかね。台本があるとか言われてるんですけど、やらせではないし、台本もないと思うんですよ。ただ、やっぱりカメラが回ってる以上は、配慮として嘘をついてる時あるよなって思いますね。でもその嘘も含めて気にならないんですよ、見てて。そもそもその、出発点が自分たちと逸脱したところから始まってるんで。あれがすごい番組の、なんか作りとして、なんか上手いというか、 気になる。本物になんかなんていうかなフィクション、フィクションを見てるみたいな感じになるんで、ん気にならない。従来僕が気になっていた部分が気にならない。<laughs> で、構図としても、あの、20対1っていう、一人を取り合うっていうところで、うんえー、まあも、目的とかゴールもはっきりしてるし、えー、どうしても、従来の、まあ、テレビでやってるやつ、ば、バレエティっていうのは、なんか複数で絡み合って、そ,ね、多分そこを、まあ、楽しむ部分なんだろうなと思うんですけど、うん もうそこは、さっき沢さんに言ったみたいに自分の中でもそんな男女6人で、なんか楽しんだ過去もないし、うんうん、なんかその辺がこうごちゃごちゃなっていったり、移り変わっていくところを楽しむっていう文化も自分の中にないので、うん、なんか見てて、もうどっちでもええわーって、最後も途中なってくるっていう。<laughs> いやでも確かにそれはそうで、うん、確かに普通じゅ、複数、男女複数のレアリ,、うん、リアリティショの場合、ある種濃い、なんか、 気持ちが移り変わるっていう部分も、まあコンテンツとしてこう、提供されてるわけなんですけど、ある種それを見たときに、なやこいつ、ちょろちょろちょろ変わりやがってとか思ってしまうとこも、まあ一回行きつかへんわけじゃないですか。だからどこか心の片隅に、やっぱ好きになった人に一直線であってほしいとか、そういうなんか、ようわからん漫画でき理想とか持てたりもするのかなと思うんですけど、なんかそういう恋の移り変わり自体を見てて、なやね誰でもええんかい。みたいな気持ちになるんですけど、 バチェラーは言うように、まあ、複数の女性の人が一人の男性を取り合うわけですから、うん、三角関係とかが成り立たないんですよね、そもそも。で、バチェラー自身がやっぱり移り変わるんですよ。うんうん、あの、最初はこの子ええなと思ってたけど、うんうん、やっぱこの子かな。うん、でもそれは番組の仕組みとしてそうなんですよ。うん、自分に合った人をバチェラーが選ぶっていう仕組みになっている以上、バチェラーの心が移り変わるのは当然なんですよね。うんうん、だから、そこがなんか突っ込みポイントにならないというか、うんうん、そもそもそういう番組やって話になるんで。うん で、まあ、さらにその面白さとして、うん、その複数の女性が、一、まあ、人のバジラを、まあ、言ったら取り合うわけなんですけども、うん、取り合うわけですから、待っててもダメじゃないですか。そうですね。やっぱ女性側からも、すごいアプローチを仕掛けないといけないんですね。うん、私を選んでくださいって手を挙げていかないといけないんですけど、うん、基本的に番組の仕組みとしては、デートに選ばれるのは誰かっていうのは、ほんまギリギリまでランダムでわかんないから、うんうんうん 女の人もそうなんですよね。うん、限られた時間の中でいかに自分をこうアピールするかっていうのが大事になってくるんですけど、うん、そのアピールの仕方が、もう女性それぞれすごい違うんですよね。やっぱ女性それぞれの性格と個性、うんうん、ほんま、そしてなんか続いてる職業とか持ってる能力、うん、全部を駆使してこのバチラーを落としにかかるって、うん、あれが、すごいバトル漫画っぽいなって思ってうんす <laughs> そうですね。女性、複数の女性のバトルロワイヤルみたいな感じで、うん、自分の持ちる全ての能力を出し尽くして戦うっていうあの構図が、うん、まあ、男性の僕から見ると、すごいバトル漫画っぽいんですよね。うん、必殺技で出しちゃうみたいな、うん。で、だん。で、だんだんこう脱落していくっていうのも、うん、本当にこのバトル漫画みたいで、うん、あの、ストーリーもすごいシンプルだし、うん、1>, 1回戦、2回戦みたいな感じでね。もう決められてますからね。毎回なんか2、うん、2> 2, 3人落とされるっていうのが決まってるんで。そうそうそう あれがなんかこう、ドキドキ感とかハラハラ感がこう、うん、ずっと持続して、なんか最後まで飽きずに、なんか見れる作りになってて、面白い。そうなんですよ。女性たちもすごい個性的やから。個性的ですね。もう言ったらもう、容姿がいいのっていうのはもう、大前提じゃないですか、うんで。その上で性格がいいのか、うん、何か気立てがいいのか、うん、なんかな、うんたらかんたらって、うん、もうここそれぞれの、なんか、 個性みたいなのが振り分けられていて、もうい、ん、ったら誰が選ばれてもおかしくない状態からスタートするんですよね、うん。だから結構そういう構成になってるから、最初の時点でちょっと自分の押し目みたいな。そうね。見てるこっちとしてはこの人好みやからこの人に頑張ってほしいな、みたいな。うん、そんな気持ちにもさせてくれるう、うん、そこもちょっとこう。応援したくなる、ね。そうそう、楽しみやすい作りになってますね。でまあ、そういう人たちが毎回毎回バチェラーにこう選ばれていくんですけどね。 まあ、選ばれていくというか、落とされていくんですよ。複数人の女性たちが、まあ、番組の1回目では何に落とされ、2回目では何に落とされ、それを繰り返して最終的に、こう、2人になるとこまで絞り込んで、最後誰が選ばれるのか、みたいな。まあ、トーナメント戦みたいな感じなんですけど。うん うんうん、でその時にバチェラーがどの女性を選ぶのかっていうのを想像するのが楽しいんですよね。そうですね。結構そこも予想してたのかなちゃくちゃ予想してますからね。ねおそらくこいつはあの時にこう思ったはずやから、うん、ここではこいつ選ぶはず、うん、みたいな感じのうんうん、うん。だんだんこうバチェラーの好みとか、うん、バチェラーの好みと求めるもののなんか違いみたいな。うん 二つ持ってるな、みたいなところが分かってきて、うん、そういう上で好み枠と理想枠で選ぶかな、とかっていうポイントで、<う>こっちも楽し、楽しんでいけますよね。番組の仕組みとして、その、バチェラーと女性たちのデートの模様っていうのを、こう、 単純にドキュメンタリーチックに映すっていうのもあるんですけど、その後でこう独白のシーンとかがあって、あの時のデートはこんなことを思いましたみたいなのを男女共になんか独白させるシーンとかがあってね、それでまあ裏の気持ちっていうのを視聴者はわかるみたいな仕組みになってるんですけど、ああいうのを見てる時に、あ、そうか、バチェラはそういう考えでこの女の人を誘ったんだな、この女の人のこういう面を見たくて誘ったんだな、でもそういう意味ではこの女の人はそこに答えられてないよな、とかいうのを見てる個人として予想し合って、誰が選ばれるのかなっていうのを ずっっと見るていうそういうのが繰り返されていくんで、まあそういうごら、ですよね。やらしい話が。いや、本当に。だから本当なんか格闘技の、なんかトーナメントマッチ見てる感じでもあるんですよ。やっぱバトル漫画に近いっていうのがあって。で、まあ個人的に我々が好きなんが、あの、番組も終盤になっていくと、まあそれまではね、デートの繰り返しで、バチラーと女性たち会うか会わへんかみたいな話になっていくんですけど、番組の終盤になると、 バチェラーが、それぞれの女の人の実家に行くっていうシチュエーションと、バチェラーの家族に女性たちが会うっていうシチュエーションがあって、あそこが一番もろいですよね、なんか。ああ、そこは暑いですね。あそこ暑いんですよね。暑い。結構こう二人だけの関係で終わらないっていう。うんうんなんか急に背景が見えてきて、 なんかこう、視野が広がる瞬間ですよね。だから基本的に番組の目的としては、バッチラは嫁を探しに来てるっていうのが、一応名目としてあるので、やっぱりこう結婚するとなると、まあ二人だけの問題じゃなくて、まあ家の問題にもなるでしょうっていう話があるので、じゃあ、あの、お嬢さんの過ごした自宅見させてください。そして僕の親に待ってくださいっていうのになるんですよね。んあの時に初めて、こう、なんていうんですか、 いうように、その女性たちの背景とか、分かって、うん、バチェラー自身の生きてきた人生背景とか感じられて、うんうん、めでてめっちゃ楽しい。なんかむちゃくちゃスーパーモデルみたいな人やのに、うん、家めっちゃなんか普通とかね。なんか急に本当その、非日常が一気に現実に引き戻されて、あ、ほんまに結婚なんや、みたいなところを、こう見てる側もそうやし、いやね、出演者の方もそこを本当に意識させられる。いや、ほんまそう。あれがすごいですよね。プ もうまく利用してますよね。あ、そこいいですね。それまでずっとなんかセレブリティな、バブ、うん、ロな感じのパーティー、パーティーの連続やったのに、うん、急になんか、普通のデートが始まるん、ね、あ、そうそうそう。で、あ、あれこんな、あ、普通のオタクに住んではるみたいな。<laughs> 急に、まあそれまでが豪華豪華でね、うん、来てるから。 で、それまで、まあ女性たちも、あの手この手でいろいろこう、バチラに気に入られようとするんですけど、その人がなんでそういうことをしてきたのかっていうのも、なんとなく感じられるんですよ。こういうご家庭で育ったから、この人はこういう性格になったやなとか。で、まあ、ちょっと私服で出てくるから、なんか急に本当あ、こういう人生やったんや、みたいな、そこで一気にこう、ベールがバッと剥がされたみたいな、あれがまあ、見てて本当とに、なんか面白いね、本当 いやあ、だから本当にこう、なんて言うんですかね。まあ、人の色恋沙汰を、うんうん、なんか、ものすごくフィクションに近い状態まで、まあ、コンテンツに仕上げてるくせに、そこで巻き起こる人の感情はよりリアルに近いみたいな感じが感じられるので、うん、まあ、バジェラージャパンそう面白いなと思うんですよね。面白いですね。もう3終わったばっかりですけど、うん、もうすでにロス入ってますから。そうですね。まあ、それを感じさせられたのはシーズン2だったので。うん、まあね。 シーズン2から見てほしいかな、おすすめは。そうですね。やっぱり今でも2、2が一番好きですね。<laughs> まあその、シーズン2のバチェラーは、まあ、親泉林太郎っていう人で、もともとなんか、はいえー、サイバーエージェントか、うんうん、サイバーエージェントで、うん、まあ取り締役をやってた人、みたいな感じなんですけど、うん、なんかもう、登場した時、こいつやっぱり息きつかへんなと思ったんですよ。<laughs> あこいつって、まあ。いわゆる普通の恋愛リアリティショーにこう感じる、うん、それと似たような感じですよね。うん、こいつ歯が浮くわ、みたいな。うん、でも結構、 意外とこう、真摯な感じで、女性に対応していくんですけど。うんうん、まあ、それが最終、最後、こう、ちょっと、この、好きになってる。男の僕でも好きになってるみたいな感じ。うん、頑張れんって。まあ、そういうことを感じさせるのがシーズン2やったんで。まあ、シーズン2から見ていただきたいな。そうですね。なんかあの、シーズン1はあの、今テレビでも出ている、雪ぽよが出ている。あれですね。あ,すねあれで雪ぽよが有名になりましたから。うん。うん。雪ぽよも出た時はな、このギャラ。イケスカやんな。と思うんですけど、うん この,この子、この子、意外と行こうやん。もう最後頑張れ、みたいな。<laughs> 気きにならさせてくれる。<laughs> うん。実際の動画どうか知らないですよ。まあそうです、ね。彼、彼ら彼女で本当にいい人なんかは、それは知らないです。ただ、それでもいいと思わせてるぐらいフィクション化も強いんで。うん。あとあのー、まあね、その結婚、実際の話、その結婚するっていう名目で番組進んでいくんですけど、はい。実際番組が終わった後、うん、ぶっちゃけ別れてるじゃないですか。 今までのね、なん,ねなんか、バシラと選ばれた彼女たちも、ねうん、そこをどうのこうのっていう人いるんですけど、うん、僕はもうそこは気にしなくていいんじゃないかなって。うんうん、選ばれるまでの過程をエンタメとして楽しませてもらったんやったら、うん、それでいいんじゃないかな、うん、それはもう当然心情としては、急にリアルを突きつけられてる感じがして、別 <laughs> 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 れんのかいとかめちゃ思うんですけど、うんうん、とはいえ、あんまりそこショックじゃないというか、うんうね、別にショックじゃない。 なんかこの番組が終わった後のその人たちは、うん、僕が見ていたその人たちとはちょっと違う感じがするんで、うん、なんか気にならないというか、うん、まあそうですよね。ありますよね、いろいろっていう。大体だって、あそこで、まあ釣り橋効果じゃないけどね、うん、そういう中で出会って好きになって、ん。選んで、んやっぱりその後から、ほんまの字が見えてくるところになって、<う><ら>現実の恋愛が始まりますね。そら別れるって,って、<laughs> うん、別れることもあるよって。うん 思いますけどね。っていうのを素直に、うん、まあまあしゃあないよねって思えるっていう部分が、うんうん、まあまたバチェラーが、なんか、むちゃくちゃ非現実な舞台で,そうですね追いされるもので,で。本気でやった結果やからしゃあないまあまあ <laughs> みたいなね。まあそうですね。全力を尽くしたみたいな。うんうん、そういう意味でちょっとスポーツに近いとこもありますよね。ただシーズン3は、うん、まあ個人的にはちょっと許せない。ちょっとシーズン3は、 本当ですね。ある種この、なんていうんですかね、ゲームのルールを破ってしまった感があったんで。うん、やっぱ本気も、ルールあってこそ楽しめるんであって、ねうん、やっぱルール逸脱されちゃうと、どちバチらん出んないよっていうツッコミ、ね、それやったらそもそもってなってしまうんだよね。<laughs> そ,うそうそうそう。どっちだけになっちゃうやんっていう。なっちゃいましたけどね。なので、まあ、見る順番としては、個人的にはまあ、うん、シーズン2、シーズン1、シーズン3と、い。いうふうに見て、はいうん シーズン4に期待するみたいな感じでいてくれたらいいんじゃないかな。2020年も期待ですね。やるんですかね、今年も。なんか女性版バチェラーもあるみたいな。バチェラってって。バチェラってバチェロって。バチェラってか。なんか女性を男性が取り合うっていうのも、なんか海外ではすでにやってるらしいですけど。日本はね、どうなんですかね。そんな感じで、バチェラージャパン。はい。ね、アマゾンプライム入ってる人はもうぜひ見てください。はい。 終わりましょう。はい。お送りしたのは沢田信也と、嫁でした。それでは皆さんまた次回、さよなら。さよなら。<laughs>